1728年にマクヒースを演じたトーマス・ウォーカーの肖像画マクヒースは、ジョン・ゲイのバラト・オペラ、ベガーズ・オペラや、その続編、ポリーに登場する架空の人物、オイハギ・マクヒースや、キャプテン・マクヒースとも呼ばれる。マクヒースは、ジョン・ゲイが1728年に書いた、バラト・オペラ、ベガーズ・オペラに、騎士道的なハイウェーマンとして初登場した。その後、続編、 ホリーでは海賊としして登場したマクヒースのキャラクター設定は、刑務所からの脱獄や売春婦との恋愛劇、また暴力を嫌っていたジャック・シェパードに、部分的に影響を受けたと思われる。彼の宿敵はコバイアのピーチャムである。ピーチャムは、ロバート・ウォルポールや、ジョナサン・ワイルドの風刺として理解できる。ビクトリア朝時代の1841年に、ペニードレッドフルの一作として、 ピアース・イーガン・ザ・ヤンガーが書いたマクヒース船長に主人公として登場する。ベガーズ・オペラを本案した1928年のベルトルト・トブレヒトの儀曲三分オペラにもマック・ザ・ナイフとして登場する。物語における役割は原作や派生作にほぼ準じるものの、そのキャラクター設定は人殺し、強姦は少女を誘惑するものとして、 あまりロマンチックなキャラクターとしては描写されていない。ありがとうございます。